はい、では始めます。はい、というのでタイトルはご覧の通りなんですけれども、このタイトルの中で復言語主義教育というのが使われていますけれども、後で説明させていただきますけれども、このカラップですね、言語と文化の多元的アプローチのための参照枠、まあ、こういうのカラップ、これをカラップと呼んでるんですけれども、この中心人物はカンドリエというフランスの大学の先生ですね。で、まあ、このセファールが衝動している復言語主義というのはカラップがやっているというふうに、まあ、具体的にはカラップがやっているんだということなんですけれども、で、具体的にはカラップの多元的アプローチというのがあって、これも後で説明させていただきますけれども、これによって初めて可能になる。復言語主義教育というのはカラップの多元的アプローチによって初めて可能になると考えているということですね。で、この多元的アプローチについて、ドゥ・ピエトロ、まあ、この人も、カンドリエと一緒にこのような研究をしている人なんですけれども、その人はこう言っています。これらのアプローチは必ずしも言語習得を目標としていない。また伝統的な言語教育の代わりをするものでもない。ということですね。わざわざ私がここのところでドゥ・ピエトロを引いたのはですね、今日のタイトル、私の話のタイトル、結構ポレミックなタイトルつけているんですけれども、まあ、第二外国語、そして英語以外の外国語の教育をしていらっしゃる先生ですね。この方たちは今までやってきた教育をそのまま続ければいいということなんです。今からもうちょっと見ていきますけれども、あまり変わることはできないですね。なんで変わることはできないかという、まあ、理由いろいろあると思うんですけれども、はい、これは、カジョというジュネーブ大学の先生だったと思うんですけれども、この先生の考えたこの外国語教育、教授法の俯瞰できる図、実によくできていると思います。はい、上下、それから左右、見ていただくといいと思うんですけれども、まず左側が単一言語だけ教えるですね。で、右側の方がプリリラング、複言語というふうになっています。まあ、これは、まあ、誰でも思いつくことですけど、今度は上下ですね。上の方がアンニュザージュとなっていて、下の方がアンマンシオンというふうになっています。まあ、これがポイントなんですけれども、私たちが今までやっていた教育、まあ、英語以外の第二、外国語の先生たちがやってきた教育って実はこれです。これですというのはアプローチグラマティカルですね。まあ、文法を中心にして教えてきたということですね。からもう一つ右側に書いてあるのは、これはまあ、言語への目覚め活動が書いてあるんですけれども、まあ、いずれにしても、これらはですね、これからの AI の英語以外の外国語の教授法として適しているという話ね。というのは、今まで先生方がしてきた教育とあまり変わらないですね。はい、もうちょっと詳しく見ていきたいと思います。このアン・ニュザージュとアン・マンシオンについてですけれども、まあ、コッソという人が非常にうまくいってるんですけれども、まずこのアン・マンシオン、ですね、下半分ですね。これは言語を習得するについて、言語についての説明をする教育であるということです。今までというのか、最近流行の教授法を考えるとそんなことしないですね。まあ、例えばフランス語だったらフランス語で教えて文法の説明なんかしない。でもこれは違っている。アンマンシオンはその逆です。言語を習得するのについて、言語についての説明をするですね。で、アン・ニュザージュの方、上半分ですけれども、ここではそのセフアの中に出てくる行動中心主義というのも出てきますけれども、それからコミュニカティブアプローチが入ってますね。これは普通はその目標言語でもって教える。で、普通は説明、文法の説明なんかしないですね。というので、これは実践的な言語を用いて実践的な活動をするための教育ですね。でも、英語以外の外国語をやっておられる先生、これを十分にやる時間なんかもともとないです。というので、結構文法をやって、それで時間、短い時間でたくさんのことを教えることができるので、その教育をやっているということですね。というので、今日の私の話は、英語以外の外国語を教えておられる先生が中心になるんですけれども、今まで皆さんがやってこられた教育を自信を持ってやってくださいという話なんです。というので、結構反対の意味に取った人がいらっしゃると思ったので、それでわざわざ説明をしたのです。はい。これは上の方が、言語を道具として使う方
ですね。まあ、ここのところで典型的に出てくるのはこの暗示的言語能力を要請する。これは説明はしない。文法の規則なんか説明しないという教育ですね。でその下の言語解説と書いてある方が明示的知識を要請する方。これはまあ、文法の規則、ルールを説明するとか、まあそういう教育ですね。はい。というので、AI 時代の英語以外の外国語教育法は、私の考えでは、この下半分、アンマンスヨンの形でいいということなんですね。はい。じゃあ、まずもうちょっと詳しく、AI 時代の外国語教育のあり方というのを考えていきたいと思います。これは、西山さんがネットに載せてくださった、ところに書いてある、私の今日の話の概略が書いてあるところなんです。ちょっと読んでいきますね。英語はコミュニケーションの道具としての教育に、停止し、副言語教育はそれ以外の外国語に任せなさい。逆に言うと、英語以外の外国語は、副言語主義教育に停止し、コミュニケーションの道具としての教育は英語に任せなさい。ということになる。で、まあ、これは極論ですけれども、それには2つの理由がある。というので、一つは、英語を必要とする機会が、英語使用人口の急速な拡大で、あると。あとの一つは、機械翻訳の精度の飛躍的な向上である。ということですね。で、本研究のタイトルは、このような状況で、特に第二外国語としての英語以外の外国語について、これからはどのような教育をすればよいのかを、このタイトルは表している。ということですね。で、具体的にはどのような副言語主義教育をするのかというと、先ほど出てきた、よく言われているように、この副言語主義教育というのは、具体的に取り組んでいるのは、セフワではなくてカラップであるということですね。ところがこのカラップ実際にちょっとやってみると大学生にスムーズに使うことができるかなというのが今日の話の後半の方です。はい、これは機械翻訳 DeepL 実に素晴らしい訳です。これ3秒ぐらいで訳しているんですね。今私が読んだところですね。初めの 2,3 行はちょっと変です訳。というのは私の日本語が変だから。です。この日本語は何が主語なのかよくわからないです。だから機械翻訳も迷ったんだと思うんですね。訳変です。でも後のところほとんど素晴らしいです。3秒ぐらいでこれだけできるんですね。はい。で、このことに関して、その京都大学は、西山さんが中心になってアンケートを実施した。8月に実施したんですね。先ほどの内容と重複しているので、黙読と読みません。どういうふうなことを質問したかというのがここに出てきます。まずは、現在の初級外国語の目的はどう思いますかというので、分かりやすいように実用的な目的と異文化間的目的、こういうふうに分けました。それを5段階に分け、5つの選択肢にして、どれかを選んでもらったということですね。はい。で、これは先ほど同じです。これから同じ質問です。これからはどうしますかということです。先ほどは今まで、現在どうしているかという話だったんですね。はい。その次はレベルの問題です。これからはどのレベルにしますか？実用目的のところはどのレベルにしますか？これはシェファールのレベル。6段階レベルですね。はい。その次は機械翻訳とどう付き合いますか？という話ですね。はい。その次は、機械翻訳でほとんど全部できるようになったとき、自分が教えている外国語はどこで使われると思いますか？ということですね。機械翻訳がほとんど完璧になったときどうしますかということですね。はい。というので、今2つ出てきましたよね。で、先ほどから何度も言っているように、まあ、第二外国語の時間、多くても180時間です。180時間でできることは実に限られています。そう簡単にいろいろ変えることはできません。というので、もう実用目的はこの際、英語に任せなさいという話です。で、機械翻訳の飛躍的な精度向上。これも先ほど言いましたよね。だから AI に任せることができるところはもう AI に任せなさい。で、AI が不得意なところを力を入れてやりましょう。これが今から出てくる話なんですけれども。はい。というので、おそらく、先ほどのアンケートのところ、どちらかというと、実用的な目的よりも異文化間的目的を重視して、ということで、どちらかというとというふうになっているのは、実際に教育やってみると分かります。説明だけでは誰も学生ついてきません。だから実際にこういうふうな旅行に行ったときは、こういうふうにフランス語を使えるんですよとか、そういうのも一方においては必要です。あるいは個人的な知り合いになって友達になりたいとか、そういう時の会話も必要です。
だからそれも合わせて一緒にやっていくというのはどちらかというとという表現になっています。はい、先に言ってしまいましたね。それでこの複言語主義という、先ほどは異文化間教育と異文化間目的という言葉を使っていたので、異文化間目的というのは被験者にアンケートに答えてくださる先生方に分かりやすいにあの言葉を使っていたのですけども、実はあまり正確な使い方ではなかったんですね。これはカラップの中では複言語主義教育というふうになっていて、カラップが考えている多元的アプローチの中では4つのアプローチがあります。で、異文化間教育はそのうちの1つです。ということなんですね。はい。それでだんだん本論に入っていくんですけれども、多元的アプローチ、カラップについては、要するにこういうことですね。多元的アプローチ、なんで多元的アプローチというのかというと、4つのアプローチがあるから多元的アプローチではないんです。多元的アプローチと呼ばれているのは、同時に異なった言語と文化をやるから多元的アプローチなんです。ここ間違わないでください。よっぽどアプローチがあるから多元的と呼んでるのではありません。はい。多元的アプローチの特徴ですね。言語と文化の、これももう合わせて、時間がないので合わせて見ていきますね。言語と文化の多様性を理解させるために、複数の言語を対象して、対象するだけなので比較をします。ここ大事なポイントです。必ず比較をします。で、複数の言語を行ったり来たりする。例えば日本語と英語、日本語とフランス語行ったり来たりする。ですね。それから母語を用いる。これは説明をするために、日本のクラスとは日本語を使って説明をする。ということですね。で、解説をする。これは先ほど、アンマンス表のところでできました。で、メタ言語能力を発達させる。まあ、これも大事なポイントです。後でも出てきます。必ずしも言語を習得することを目的にはしていない。ということですね。というので、だから、英語の授業よりも、英語以外の授業の方が向いている。というのは、英語と日本語だけじゃなくて、すでに大部分の人たちは英語の奇襲者です。だから例えばフランス語の教室だったら日本語とフランス語と英語3つを比較できるということですね。授業の目的として比較することができる。まあそういうことですね。から母語を用いるですね。だから日本語を用いて授業をする。今の中学のとか高校の英語を用いて授業をするとかそういうんじゃなくて日本語を用いて授業をするということですね。それからその次解説をする。メタ言語を発達する。必ずしも言語習得を、が目的ではない。だから、暗示的言語能力ではなくて、明示的知識を養成する。ということですね。はい。それでですね、ここからがちょっと今日の本に入っていくんですけども、その能力とリソースという言葉が、ちょっとわかりにくくて、カラップの中で出てくるんですけど、まあこれが大事なところなんですけど、ただリソースということをわざわざ使ってるかわかりにくくなってしまっているんですね。で、能力を、何でしょうかね、活性化させるため、発言だったかな、させるためのもの、元になるのがリソースなんです。でも言ってみると、後から出てきます。簡単な話です。セファールとかに、馴染みのある方は、そこでサボワール、エッツル、サボワール、フェールというのが出てきます。この3つのことです、要するに。はい。それで、はい、ここに具体的に出てきましたね。大抵は、キャンルー形式の能力記述文の形でできているんですけども、大山さんの訳がありますので、今見ていただいているのは、その記述、能力記述文ですね。これはスキルのところですけれども、サボワール・フェールのところですけれども、それのリソースの部分です。能力記述文ですね、全部ね。こういうふうになっています。はい。だんだん本論に近づいてきました。で、参照枠、ここの目的の使い方というところなんですけども、これはカンドリーはこう言ってますね。参照枠には多元的アプローチによって養成可能な学習者が習得する知識、態度、スキルが記載されているということですね。その能力とリソースの参照枠には記載されているということです。だから教える側にとっては、その参照枠というのが教える目標になっている。で、学習者にとっては自分が習得するべきものの目標が書いてある。まあそういうことです。
はい、それで、これでは大学の授業でこれは小室さん手話が使えるのかということですけれども、今出ているのは、私西山さんともう少しフランス人の、ジャン・フォンサ・グランディアニ3人が作った本ですね。これは文法の教科書なんですけれども、文法の中で主に先ほどから出てきている言語への目覚め活動が勉強できるようになっています。ここのところですね、というのが入っています。はい、これは言語への目覚め活動だけまとめたですね。それからここのあたりは結構、まあ、文法の教科書なのでテンス、アスペクトの問題、それからフランス語を勉強された方々はご存知だと思うんですけども、指示形容詞、指示代名詞、日本語とも英語とも違っていますですね。はい、ところが、はい、こういうふうに作ってみたんですけれども、後から今度新しく改訂版出そうと思っているんですけれども、ちょっとだけ不満があるんですね。何が不満であるかというと、まずは網羅的であるかどうかというのが曖昧である。あ、今から順番にもう見ていきますので、はい、これはここの引用文献の中でも曖昧なんですね。ちゃんと断定していないんです。あれだから、その参照枠のリストに全部上がってるかというと、一応最初は上がってると書いてあるんだけども、あとの中なんかのところでは、まあ必ずしもそうではないというふうに書いてあるので、まあ当然ですよね。全部上げることは当然できないので、もっともなことなんですけども、だから実際に使うときには、追加文脈化して用いる必要がある。ここポイントです。追加文脈化して用いる必要があるというところなんです。はい、もう一つは守備範囲が限定されている。ということですね。その参照枠の守備範囲が限定されている。というのはどういうことであるかというと、複言語主義はカラップの多元的アプローチ、さっき4つのアプローチありましたね。4つのアプローチ以外でも、複言語主義教育というのはできる。でも、参照枠が、守備範囲としているのは、この4つのアプローチが守備範囲である。ということですね。はい、例えば、これは、今日、酒井さん聞いてくださっていますけれども、アクトフルのところで私が講演させていただいたところでは、文法訳読式授業法というので、カラップ、まあ、複言語主義教育の話だったんです。ですね。文法訳読式教授法は、カラップの4つのアプローチの中には入っていません。ですね。はい。というので、問題は、この、今の参照枠は追加文脈化するのが難しい、簡単にはできない構造になっているということなんだ。なんでそうなっているかというと、これもここになってて、ここに大山さんの役の例が出てますね。文化は絶えず進化していることを知っているというふうな能力記述文になっています。要するにこれはプレディカとオブジェですね。これがくっついているですね。もうこれ出来上がった形が出来上がってしまっているということですね。能力記述文がくっついているということです。では、というので、要するに知識とメタ認知がくっついてしまっているですね。で、というので、組み合わせるようにはできていない。能力、知識は知識であって、メタ認知はメタ認知であるならば、くっつけること、適当に組み合わせることができるんですけど、そうできるようにはなっていないということですね。はい。例えば、だから今の大山さんの訳を使っていくと、文化は絶えず進化していることというのが別のところにあって、また別のところに知っているというのがある。これだったら組み合わせることができるわけですね。で、なんでこういうふうになってしまったかというのは、ここですね。カラップの参照枠は、間接的には、旧版のブルームタキソノミーに依拠しているが、その改訂版ではもうすでに分離させているということなんです。はい。もう一つ、その分離させているところを見る前に、メタ認知が不明確である。まあ、これ、盛んにレフレクションという言葉が、この、彼らの書いた論文の中では出てくるんだけれども、具体的にこのレフレクションって、レフレクション、メタランギスティックって何なのかっていうのも具体的にあまりなっていないですね。はい。これも大山さんの役で、はい。今、青い、マーカー引いたところがメタ認知ですね。でも大くくりになってるんです。観察分析するってなってて、能力記述文の中にこういうのも中に入ってしまっているんです。
さっき私が言ったようにメタ認知のところにちゃんと項目として例えば分類するっていうのが上がっていればいいんだけどもそうはなっていないということですね。仮説を立てるっていうのが別のところでちゃんと項目として上がっていればいいんだけれどもそうじゃなくてすでにもう能力記述文の中に入ってしまっている、これじゃ組み合わせることができないということですね。はい、はい、それでこの旧版のブルームタクソノミーというのはこのバイラムとかはよくご存知だと思うんですけれども皆さんこのノリージスキルアティチュードというふうになっているんですけれどもこれはもともとはそのブルームタクソノミーに基づいて作られているんですね。だからそのカラップもの参照枠も間接的にはそれに依拠しているわけです。ですね。はい、これについては西山さんと私が編集したこの本のところに書いてあるので、ご覧になってください。はい、これが旧版の方ですね。新版が2001年に出ました。この新版のタイトル、なんかセファールのタイトルと似てますね。Learning, Teaching and Assessing。はい。それで、なぜ改定する必要があったかというのは青いところだけ言えます。心理学において行動主義から認知主義への変化があり、その成果で旧版のタクソノミーの限界を補強することができるようになった。認知心理学の方が発達してきたので、その成果を利用することができるようになった。ということですね。じゃあ、そのタクソノミーはどういうふうに変化をしたのか。ということですね。はい。二つの構造上の変化がありました。知識と認知過程の二次元構造、要するに分けてしまうんですね。からメタ認知をもうそこにハイライト当てるですね。はい、これは古い版です。で、古い版を新しく変えたということを説明している本ですね。だから改訂版の方に出ているところです。はい、これは石井先生のところから日本語訳を取りました。知識のところを二つに分かれているんです。名詞的局面と動詞的局面に分かれていて、で、知識次元というのと認知過程次元、この二つの二次元構造にしたということですね。はい、先ほどの大山さんの例を使わせていただくとこういうふうになります。文化は絶えず進化していることというのは知識次元に入っていて、知っていることというのは認知過程次元に入ります。はい、これはアイオワ大学がその別に改訂版に基づいて作ったものです。非常に分かりやすいようによくできていますね。これは知識次元ですね。上に行くほど抽象的になるということですね。はい、その次は認知過程次元ですね。はい、これも上に行くほど複雑になって難しくなるというふうになっています。まずこういうふうにメタ認知が分かれていて6項目に分かれていてさらにそれぞれに詳しく書いてあるということですね。さらに詳しくアナライズのところには何が入るかというのが詳しく書いてあるんですね。はい、でメタ認知構造の新たな学力の導入、なぜ導入する必要があったかというの下の青いところだけ読ませていただきます。メタ認知を教育目標として設定した意識的な指導の対象とすることは、ちょっと私のところがこれが見えなくなっているので、これは、こすっている。はい。領域を超えた一般的な学習能力や問題解決を育成する道を開く。これ非常に大事なことで、なんでかというと、空っぽを読んでいると、よく横断的にという言葉が使えてくるんだけど、どこを横断的に使うのかわからない。ですね。でもこれはそういうことを言ってるわけですね。領域を超えた一般的な学習能力や問題解決能力を、そのためにこういうふうに二元構造にしたんだ、ということですね。はい。じゃあ、どういうメリットがあるかということですね。まず、もうお分かりだと思うんですけど、文脈化が可能になる。分かれているので、組み合わせればいいということですね。はい。例えば、こういうふうにして組み合わせていく。事実的、知識というのと、分析的というと、組み合わせていく。全部で24通りの組み合わせが可能である。ですね。まあ、もっと可能だとは本当は思うんですけどね。はい。ということですね。メタ認知が認識しやすくなっている。ですね。知識次元にもメタ認知のところがあって、それから、
もちろん、認知過程次元のところにもメタ認知のところは先ほど見ていただいたような形であるということですね。あ、私としては記録的ですね。時間内に収まっていますね。はい。というので、カンドリエは複言語、複文化能力を要請し、豊かにするのは多元的アプローチであることは、誰もが認めることだろうと述べている。本人が述べているんですね。はい。でもカンドリエさんということですね。で、カラップの4つのアプローチ以外にも、複言語、複文化能力を要請する方法はあるので、他のアプローチでも使えるように、参照枠に関して、まず文脈化が容易になる。それから2番目に、重要な教育目標であるメタ認知を認識しやすくなるようなための工夫をした方が良いのではないでしょうか。というのが私の結論です。どうもご清聴ありがとうございました。